どこに行くのこれ。しゃがみ込んでる若さ。つらいだろうな。バラバラになった男。なんでこんな狭いところに。お前の出番ではないのか。さすがに疲れたな。疲労が溜まっている。どこに行く？どこだよ。知らない地に迷い込む。ここでいいのか。何も言わない。何も足さない。何も引かない。こんなはずじゃなかったのにな。みんなに応援して。ほら、あの飛空艇借りてさ、みんなも連れてこう。で、俺んちでパーってやるんだ。私、ブリッツみたいな。うん。君のザナルカンド。月が揺れるか。そろそろよろしいでしょうか。このゲーム、ムービー終わってちょっと動いたらまたムービー始まる。まとわざる。まあ30秒ぐらいになってると思う。完全沈黙防御。俺装備してもいい。このゲーム中混乱防御沈黙防御結構いいな。これ混乱防御沈黙防御は結構でかい。つけてもいい。見破る魔法攻撃プラス5。これはテンションか。まるでテーマパークに来たかな。改造したいな。ユーナを改造したい。チェンジングピー。ちゃうさ、ゴミが多すぎるんだよ。諸君ら貫通。え、貫通とかそんなバカ。魔法攻撃プラス10。バカな。え、じゃあ使っていい。え、何でしょう。クラマホースフィアってそんな、え、クラマホースフィアってそんなに大されたものなの。いいや、もう素晴らしい。これは絶対に強いはず。魔法攻撃プラス5プラス10。一押し。新助印。なぎ平原。この地図。相変わらずどこからどこに行ってんのかよくわかんない。地図の意味が。セーブしようかな。ムービーだけだって。10分間石化してただけだから。暗っ画面。ちょっと待って、画面暗い。え、明るい。これ窓開けてっからか。部屋暗くしたわ。なぎ平原。暗い部屋の中。歴代の大召喚師様が真と戦った。そしてこの先にはもう町も村もない。道なき荒野だからこそ。あとは道を見失って迷う。一軒家がポツポツ立ってるだけか。じゃあもういい日も時間取るね。さっきお前のために10分間もムービーが。私は迷わないよ。決まりには時間をあげてくれ。俺死なせない。絶対なんとかする。
沈黙の指輪を装備するべきだったか。行こう。お前で止まってたんじゃん、この道路。何とかする。言葉にすれば本当になる。ティーダー&ユーナでも渋滞しとんのじゃん。信じたかったんだ。俺の道路。ようやく渋滞が解消した。ぶち壊しにしてくる。だからぶち壊しにしてくれ。フレームプリン。オートスカウター。盗むで一撃で倒せる。いいわ。使わん。意地でも使わない。これは意地でも使わんぞ。何が盗むだ。プリザラか。フレームプリン。なんかこのゲームさ、最初からずーっとこいつらじゃない。気のせいかな。なんかこいつら平不定三重士みたいな、素早いやつ、魔法しか効かないやつ、でかいやつ、この三重士。あら、また石。じゃあな。あー、危ねえ、抱かれなくてよかった。先は長い、行くぞ。トラウマが蘇ってくる。ばっか自分では自分のこと気づいてないけど、気づいてないっつうの救いか。あ、もう石なくなんだ。もう石なくなった。体柔らかくしとけ、ばっかさん。ストレッチは足りてないんだ。ここで出るなよ。もうすぐってのに腹立つね。まあこいつらからの選別なのかもしれない。ヤギ平原にいるやつは大手でも俺たち以外のやつらに負けんじゃねえぞ。追いかけてくる。消えろ。そんなやつらに消えろだからな。バッカは血の涙もなんだから粉々にされるんだよ。パンパンピンパン。お。何？止まれ。地震で崩れるのかと思った。普通にグラグラしてた。シーモア様がお呼びだ。共に来てもらおう。シーモア老師と話すことなどありません。顔がなんか中わけだ。変わってないが今。シーモア様の命令は絶対、必ずお連れする。シーモア様はおっしゃられた。死体でも構わぬとな。死体でも、シーモアも死んでる。シーモアも死んでるし、なんか全員アーロンも死んでるし、死んでるやつばっかり。老人介護ホーム、後期高齢化社会。ちょっと踏ん張れば踏みとどまれるぐらいの。よくわかんねえな。あ、ライブラ使わなかったら、パワーブレイクか。どうせパワーブレイクだろ。パワーブレイクって顔してる。おい、行かない。パワーブレイクって顔してない。どうせブラインバスターだろ。ブラインバスターって顔してるわ。見ろ。そういう顔してる。顔見りゃわかる。俺もこのゲーム投げるから。全然意味ねえじゃん。殴りすぎ。殴りすぎだろ、お前。刺さってしてる時間の、ダイヤモンド出したらいいやもん、いきなり。
これいいよね、ゆりばっち。おお、なぜなぜだ。もう召喚獣より強いじゃん、こいつ。この機械不法石器召喚獣を軽く超えてるよ。スロットエレメントリール、なんでもいいよ、簡単な。あっ、でもこれ2つ取ればさ大丈夫でしょ。これそれは大丈夫。ファイガー、お、なんとなく削れていったぞ。いいね、ダブルだ。おい、ひまり帰れ。率直に言うからひまり、どかして他のやつに変えるってことできない。ひまり、回し蹴り。あ、ようやく帰ったよ。うわー、もう何もねえ俺には。 MP もねえじゃんこれ。 MP も何もあったもんじゃない。エーテル、エーテリングを。おお、あと2回。なるほど。でも死んでもヘイスト切れないの、すごくね、ヘイストじゃん。死んでも切れないのかよ。来世では、来世でもヘイスト。おー、すごい頑張ってる俺たち。お前暗闇になったんじゃねえのか。どうだ。暗闇って何そもそも。何でもない。暗闇になってんのになんで聞かないんだよ。目にゴミが入ったぐらいの暗闇なの。ブラストパンチ、うるせえ。半分しか効かねえだろそれ。おお、ここまで来た。おっしゃ来た、うまい。ラッキーパンチだよ。ほんとれ、シュッ。あれ、アーロンさんだけ、アーロンさんだけ動き早いんだけど、なんか、なんで？すごい肩で息してる。肩で息アーロン。ダブルアタック。だからダブルアタックは強すぎる。おい、バカ、お前がやる。うん、アーロンは忙しい。よし、これは上がったぜ。上がっちまったよ。とにかくフェニックスの買い占めろこのゲーム。それから、ね、あー、脳が際に。とにかくこの100円のフェニックスの、この世界どういうわけだか知らんが、フェニックスの方がものすごく低価格で流通している。これが勝利への鍵だ。これは勝利への鍵を完全に掴んでます。シュ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 。はい。赤ね。はい。決めちまってもいいんだぞ。バッキー。開けろ。ナッパ。3人揃って倒すって決めたんだ。バッカを担いであの坂登るって決めたんだ。よし、3人揃っていくぞ。ふん、オーバーキルしたかった。6600かよ。あのかかと落としロボの方が持ってんじゃん。弟シロボ、おい、なんもなしかよ。こんな召喚獣よりはるかに強いやつ。
あと20バトル戦闘部の。そんな、抹消登録されてた。そんな感じだったの。抹消登録。通り過ぎる景色にお別れをしてたんだよな。今あんまり暇だからさ、ティーダ&ユーナあるニュース見てたらさ、 FF10 歌舞伎化決定っていうニュース。好きにしてくれも、俺はスフィア版を楽しませてもらう。なんか急に寒くなったな。これでは歌舞伎もできない。歌舞伎に支障が出る。FF も歌舞伎みたいなもんだから、歌舞伎を見るゲームだから。召喚師ユーナとガード衆よ、早々に去れ。歌舞伎が最近長くてさ、おお。ロンゾが守護するガガゼとはエボンの聖なる山。教えに背いた反逆者には大山の土は踏ませない。大山、エボンの敵はロンゾの敵。帰れ反逆者。楽しいこと考えろよ。私はジーンを捨てました。もうジーンの命令には従いません。その言葉取り返しがつかぬぞ。構いません。ジーンは教えを歪め、スピラを裏切っています。裏で小細工ばっかしやがってよ。そうだ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 。未練はありません。言わせておけば。お、やるのかい君たち。トヨタマ戦みたいになってきた。おいおい、トヨタマ戦じゃねえか。バンって召喚師とガードともあろうものが。いいか。お言葉ですが、ケルクロンゾ様、あなたもベベルを離れたのではありませんか。それでも山を守るのは一族の誇りのため。ユーナも同じだ。ケルク大老、弱っ。こいつらヴィランが八つ先にしてくれよ。あっさり論破された。一人も逃がさん。ええ、逃げません。戦って旅を続けます。なんか吉田沙保里。反逆者の汚名を着せられてなお真に挑むというか、寺院に背き民に憎まれても旅を続けるというか、リング天候か言うな。そこまでして戦うの何故か。おい、もうちょっと言うな。スピラが好きです。え、くどい。言うな、だんだんくどいな。凪節を待つ人たちに私ができる贈り物、たった一つの贈り物。だんだんくどいわ。寒いからわっかも。それはシンを倒すこと。それどこじゃない、この二人。それだけです。己を犠牲にしてもか。はい。お、だいぶ腰悪いな。者ども、道を開け。召喚師ユーナ、そんな権力が。何時の思いは鋼より硬い。鋼より。ロンゾの強者が束になろうと、何時の意志は曲がらぬである。おい、どんだけ言うな信者だよ。ケルク、見事な覚悟である。行くがよい。信者か。霊峰ガガゼとは何時らを受け入れようぞ。ありがとうございます。ユーナ教になりつつ、統一教会。え、もう行っていいの。統一教会か。あと少しだね。少しだね。おい、通るぞ。
ヴィランと決まりの意味は10年前にあるぞ。ロンゾの若氏は仲間同士で戦い互いの力を比べた。決まりはヴィランに敗れても一度も負けを認めなかった。おう、ええや。腹を立てたヴィランは決まりの角へ勝った。決まりは恥に耐えられずお山を出ていった。根性あるね、決まり。弱いけどな。おいてもすべてのロンゾを戦士、お山を守る務めを出す。死を迎えるその日まで、ロンゾの道は希望と。まあ、頑張る。じゃあな。待て！まだ邪魔するってのかよ。召喚士は通す、ガードも通す、決まりは通さない。肛門みたいな。決まりはロンゾの面汚し、ロンゾの使命を捨てた者。肛門と同じ働きをして御山も捨てた小さいロンゾ、弱いロンゾ。御山は弱く小さいものを嫌う。登りたければ力を示せばいいのだな。勝てると思うか。誰が決まりの角を折ったか忘れてはいまい。決まりは一度もヴィラン体系に勝てなかった。今度は勝つ、勝つと決めた。こんな、ロンゾの問題だってのかよ。決まりの問題だ。おい、全然触れてねえ。ヴィランが八つ先にしてくれよ。角なし、角なし。三だ。もうほっといてよくねえかよ。もう決まりごと。ほっといて山登ろうぜ、もう。帰るぞ。ほっといてさ、もう。おすごい、100倍のダメージ、100倍に相当するダメージ。盗むか、もう盗もう。シュッ、レベル3キースト。すごいもん盗んだぞ。ブリザード、もうほっとけこいつら。この際後ろからも盗むぞ。いいな、レベル3禁止。ずっとに落ちぶれた決まり。龍拳でいいか。決まりに龍拳、俺が強さの秘密。はい、あー、火炎1体にしか使えない。じゃあ龍拳だ。結構ずっと龍拳しとるよ、俺気づいたんだけど。気づいちゃったんだけどさ、と龍拳しときゃよくないっすか。決まりの力はこの程度か。そうです、この程度なんだ。マイティーガード、ウェア、兄さん、マイティーガード教えてよ。ヴィラン兄さん、お、サクル来た。よしよしよし。やめえや、タックル野郎。クソタックル野郎。ちょっとこの終わりなき戦い。終わりを見せてくれ、俺。ヴィラン・ロンゾ。複数の敵の技を入手可能。あ、そうなの。じゃあこれ一気に、ま、学んでいくか。合宿。あ、来た。自爆ができるんだけど。自爆するかね。
あ、なんだ、ガードしたぞ。ガードが。よし。今ね、マイティガード覚えた。あ、やった。これ嬉しい。弱いロンゾが調子に。これ何？ずっと決まりでアビリティ使うんだけど。マイティガード使おう。何？使い放題だ。エンペラータイム。他も何か、なんか、ラーニングしたら、機械は使える的な。死の宣告を覚えた。ああ、やっぱりこれそうだ。やっぱりそうなんだ。なんだ。自爆して回し蹴り。決まりの回し蹴り見て。回さない方がマシだな、これ。した分弱くなる。うるせえよ日大タックルよ。こっちにするか。あ、どっちだよ。お前だ。変形ロンド。変形ロンド。いい加減にせえ。今では切れたぞ。打ち切り決まり。遠景をかぼう一人になると一人になるとなんだお一人になるとなんだってんだよ。見せてみやがれ。あれだな、決まり逆に鍛えない方がいいじゃん。龍拳でやつが技覚えてさ。おいおいおい、どうした龍拳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 。ずっと龍拳でいいな、これ。決まりが発明した。ずっと龍拳で。決まりの龍拳のダメージを上回らない限りは、龍拳を破らない限りはお前に勝ちはない。行ったり来たりしてるだけじゃんか。メガ戦じゃねえかよ。ひたすらサイコクラッシャーでこれ。往復マン。よし。往復マンを倒した。決まりロンゾ。見事なり。これを機に楽しいことも楽しい趣味を見つけてください。リンさん。リターンソフィア、フレンドソフィア。強くなったな、決まり。ヴィランは嬉しいぞ。喉を痛めてそう。霊峰ガガゼトよ。ヴィランを任した強者の栄えある名前を伝えよう。しかと覚えよ、ガガゼトよ。その名は決まりロンゾなり。御山は決まりの強さを知った。決まりを受け入れるだろう。召喚士寺院からの手は我らロンゾが食い止める。そんなアフターサービスまで。昔決まりの角を折った償いだ。そんな覚えてたのか。召喚士の後ろから来る敵は我らが倒す。角落ちましたなつって。ユーナの前に立つ敵は決まりが倒す。お前ほど恵まれた召喚士はいない。ありがとうございます。お前の像ができたらロンゾが磨いてやる。はい。戸惑っとるやんけ。でも私は反逆者ですから、きっと像は作ってもらえません。そういう問題か。ならばロンゾが作る。
おい、何としても磨くつもりだ。立派な角をつけてやる。はい、お願いします。面白いやつらだ。久々に面白いやつらみたいな。俺もお前は今ユナと一緒に。お前はいい。お前は父さん。じゃあ行ってくるよ、ヴィラン兄さん。あれ違ったっけ。あ、ごめん、間違えた。ここを行くか、ひまわり。ひまわりを鍛えてしまっている。確認は。あ、面白いな、決まり。なんか面白いわ。顔も面白いし。よし、もう決まりを使うことはないだろう。行こう。召喚師ユーナ。そうできたか。こいつの。お前よりマシじゃん。の一気に老けてる。シーズン序盤の矢野監督ぐらい。アフターサービス充実しとんだ。さてかな、後ろの敵を食い止めたり。そうそう、歌歌ったり。歌っとらんやん、周りにいるやつ。ヒゲファサってしとるだけ。いい声だな。後ろから来たやつはプロなんだよ。正気で作ってんのか、このイベント。角が折れてないと作れないイベントだ。敵も出るわ。お、3階だ。アルフェイムでこんなとこあった。オオカミに襲われた思い。山越えたらザナルカンドだよ。分かってる。ユーナ、救急。分かってるよ。発私 IQ45。 俺もだ。どうし、なんとかなる。今の俺たちは何も知らない。このままじゃユーナを助けられないけど、ザナルカンドへ行こう。行けば何かわかるって。きっとそこから始まるんだ。へえ。ん？今頼れるエースって感じしたよ。ザナルカンドエーブスのエース。最初から言ってんだろ。はは。ジェクトの息子。スマホ見てたわ。リュック。スマホ見てたわ。先に行ってアーロンに伝えろ。シーマーから出てきた。一人で戦う気？いいから行けって。どんどん余カルになっていくな。死の安息に沈め。すかしてんじゃねえよ。発光をつけるな。仕事を断らないよ。ユーナ殿、お久しぶり。ユーナ、さすがに寒いぞ。二回送りか。その前に雪山で腹ロンドの生き残りに伝えたい。全員寒そうだ。あ、まさかお前。実に勇敢な一族だった。私の行く手を阻もうと捨て身で挑みかかり、一人
また一人あんな愉快なやつらなんてやつだバカな決まりそのロンドの悲しみ癒してやりたくはないか何を言いたいのです彼を死なせてやればいい悲しみは露と消える彼スピは死の螺旋にとらわれた誰か悲しみと苦しみを大事全て滅ぼして癒すためにもう無視して私は真になるそうお前のうちにあなたの力によって私と共に来るがよ私が新たな真になる早く来いよお前お前の父も救われるのだお前に何が分かるってんだなんだ哀れなものスパーマンやっただがその絶望もここで消える全ての嘆きを断ち切ってやろうシーモアの後継機が現れたスパロボスパロボになるアレイズちょっと手の込んだ手が込んでますね職人の殺し方なんか音楽はだいぶ風変わりしてきたな原稿オリッキとのコンビネーションですよ凝ってるねシーモアさんもうちょっと待って、一回ライブラしたいな。ちょっと軽く。軽めのライブラをしたい。このゲームはね、ライブラや。これもわかんない。注意たい。ゾンビコーガの滅びの槍の次に原稿オリキがレイドを使ったり原稿オリキと共に放つ完全なラガニのコンビネーション攻撃や強度つまりシーマの行動を見れば原稿オリキの行動を見せるできるかな何にも聞かないじゃん何も聞かない毒があるか毒は聞くのかじゃん毒はない暗闇はどこは聞くってことあないどこは聞くってか水が早いこれはなんだ聖水か聖水なんて全ての聖水だ万能薬治る発根湯でじゃあちょっと一旦言えないにしてバイオあるよねこの用意がいいからバイオ持ってジェシーうお本当に毒が効いた1400もっと効いてくるえ大丈夫なのかちょっともう一丁もう一丁ライブラ原稿をおりきに全てを知りたい全体物理攻撃の芝の攻撃はプロですからそれないんだよあブレイクあブレイクは全般的に効くバスターだっけな暗闇にしたボスってことですじゃあパワーブレイクで一旦ガードじゃねえか。わ、ヘストが。確実に虫歯。ならば。よし、今日もいいぞ。君は仕事をした。もうほっとけあいつはもったいないんだよあの4000点の実質のおおなんだ
おい、嘘だろ。すごいか。アレイズ、味方にアレイズしてくれ。そうじゃない、違う、そうじゃない、こいつ強え、半端じゃねえぞ。危ねえ、あっ、すぐ、あぶねえ。ここでもフェニックスの前で、どんだけフェニックスゲーだよこれ。俺たちフェニックス万能薬、薬に頼れ。アレイズ、おー、危ない危ない危ない、絶対アレイズは使うのか。お前から消えろ、原稿吸収。プロです。え、そんなことされたら、あんたもどうにもならんぞ。そんなことされたら、ケアル使うぞ。アーロンさん、ケアルで、なんでまだケアルなんだ。800しかないし。いや、ちょっと待ってくれよ。いや、もうこれメガポーション使った方がいいわ。ケチるな、ケチるな。メガポーションあるんですよ。やるべの回復薬か、ここは。ゲップかもしれんな。アルベロの回復薬だ。でもあいつプロデスかかっちゃってるから、こっちで浴びた方がいいな。クラウドウッ、裏から行こう。弱っ、これが強いんだよ、強すぎるんだよ。いや、マジで強すぎだろ、こいつ。どうなってんの。2回攻撃したから2回やる。横に使えよ、お前、気が利かねえな。言うな、ダメだ、言うな、あかんぞ。滅びない、長いの滅び、まあ大丈夫だ、俺らにはフェニックスの方がある。フェニックスの神だ。完全にゾンビ、敵も味方も右も左もゾンビだらけ。これ一回やらせられるのか、あれは。バカ一回やれ、ガンガンに。これはローテーションといたら、なんか全体攻撃が来るまで、全体攻撃をとにかく防ぐんだ。とりあえず一人防御しといた方がいいか。防御だな、守る。うわ、マジやめてくれよこれ、やばいから。このみんなやりました。いやいやいや、やばっ、何それ、絶対勝てない。よし、よし、よかった、俺で OK。 リフレク自動攻撃モード、そんなやめてください。どれ、これ全体攻撃有効だよ。なんか最近毎日神話見てる。毎日神話、伝統禁止くれよ。必殺魔法準備 OK。これが来ると、次にあれが全体に4000ダメージくらいするらしい。え、じゃあ無理だね、これ。チームは様子を見てる。そんな猶予。
どっちがいい？コンビネーションを防げ。防ぎたいけどさ、俺だって。防ぎたいけどさ、言うな、動けよ。言うな、動けよ。もうじゃあ。健康休止。完全なら破壊。あれ800しか効かない。あ、そういうことか。完全なら いや裏ボス勝ってくらい強いから、めちゃくちゃレベル上げしないとダメだ。倒す手段ねえぞ。じゃあね、軽くレベル上げするか。ちょっと HP スフィア使って若干底上げしたわ。ユナの体力は。まずユナだからな、体力が低すぎるんだよな。もう何度かね。体力4000アーロン欲しいな。4000アーロンあれば。満足の暮らしだ。マスター召喚だ。長いけど。一応1000万あればいいんだ。そうすれば、つつましい暮らしをできる。1000万ほどあれば。おいおい、これでオーバーキューじゃないのか。全然美味しくない。割と互角に殴り合うね。よし。よし。さあ、戻らんでさ。組みかかってくる。組み合いしてくる。さあ、両手を上げて構えた。うせえ。誰が言った？あ、ファイがすればよかった。しまった。誰が言った？卑怯戦。威厳も、威厳のかけらもない。これで4000って嘘だろ。じゃあ俺は、あそこで一生レバー投げするべきだったんだ、この間の。シーマーの。なんでこの間のシーマーのところとか、こっちのシーマーのところより経験値持ってるんだ。こんな罠だ。この間だ。まあ、なんとか強くしていくしか。それでこそ強くしがいがある。地味に危ないな、この跳ねたい方が。もう3800、すごいぞ。さっき攻撃力を4上げたから、強化されたアーロン覚醒。はい、やましい。じゃあな。フン。3300。飛びつくぞ。そっちはねえよ。こっちだよ。回避かよ。うなだれるな、回避とかなんて。ここまでやって回避はねえだろ。くそ、長瀬と。腰打ちつけといて。ダーボーしかもこいつらやるんだよ。長瀬くんは。長瀬と。
まあね、全て倒せんのはいいんだけどさ、なんかまた戻らなあならんのよ。アーロンに戻して、うん、あ、行こう。おい、キナリ死ぬなよ。ワッカに盗むかもしれない。ワッカ盗んでこい。くれよ、めんどくせえ。すごくめんどくさい。めんどくさい割に。お、スピアを動かせる。おお、HP！ 何を言うんでしょう。HP アップ。言うな、何にもないじゃない。魔法を乗せるギャ？スカスカすぎる。青森は物理を上げてくる。まずい、霊峰に阻まれてる。霊峰をガガゼトにボスが強すぎるわ。軽減値も持ってる。しかも敵がめんどくさい。もうこのガルキマセラだけにしてくれ、マジで。ガラキマセラ以外のやつは出るな。なるほど、ガラキマセラだけでいいんだよ。殴るたびに殴るたびに、これよし、早くなったぞ。嫌だよ。極みやけど。お、いいじゃない。これ毎回切る。バッカくん。4000！ 4000 はいいよ。でも7000欲しいな。でも、ええんちゃう、お前。キナリだけだぞ。買い替えると後だもんね。買い替えないとこれいかん。ボーリングしろよ。くそ。なんだこの。このメイク。よしよしよし、それでいいでしょ。これでいいんだ。これでいいんだ。元通り。くれよ3万くれ、アビキンポイント。割に合わず、これで2000。3万くれなきゃ割に合わず。こいつらの一撃で倒せない。うん、ボムアイ、ろくなことはいい。あー、もう出した方がいいな、早く。このザクを即死させる力が欲しい。入れたくはいらんから。グレネード一発で倒せる力。これだけでいいんだ。じゃあ、お、いいね、いい上振れ。上振れが出ればニャーズ。先は長い、行くぞ。いけねえんだよ。チームアサミ立ち戦って、あれ惜しい。攻撃力をアップ。あれがあれ、物理病業、物理防御さん。先投げ、先投げ、トリック、トリック。覚えてくれ。
長すぎるんですけど。うわ、攻撃力2つある。そうだろう、攻撃力が2つある。ペナルティ3点だ。 HP もある。ハイパーワッカーやばいぞ。ここ HP2 つに攻撃力2つにペナルティ3。俺はもうワッカじゃねえぞ、ハイパーワッカだ。終点やんです。よく見たら繋がってねえ、ここ繋がってねえ。どっち行きゃいいの、キャールが、まあキャールが欲しいけどさ、ちょっと待ってくれ。今からワッカのとこ行こうかな。ペナルティ3覚えようかもしれない。ユーナ一回弱い。お前死ぬよりはよかろう。壊滅的に弱い。贅沢は言いません。全体攻撃ください、うん、これだけでいいです。おっ、よし、一切贅沢はいません。あ、じゃあ3、4回いるのか。一回スキアマンごとすのさあ、あとワッカを6ぐらい前進させるのに24回ぐらいだら、体なんじゃない。ちょ、いいか、こいつら。スムーで倒せますからさ。やめろよ、強制すんな。強制すんな。よし。アロン。で、終わる。終わりだ。あ、終わっちゃった。バッカか。リスムがあればな。リスムがあれば。それはもっと警戒。あれ使おうかな。あのリターンスフィアじゃなくてフレンドスフィア。あれ使ってリスムをどうすんの。覚えさせて。提案でしょう。地味に残るのやめろよ。ほんのり残るわ。うん、アーロこっちでいい。これがベスト。気合い、うん、気合いを入れる。気合い一つで何が変わる。くれくれ。気合い入れたのにボールで死ぬ。気合いが入ってなかったな。気合い不足。あ、でも、あ、戻るときいっぱい戻れる。ですなんて、え、でも、待てよ。ですです。ひょっとしてです。これが福音かもしれない。でしょ。ひょっとしたらメカにもですが来るかもしれない。まだ試さない。あのボムがデスで死んだら相当でかくない？ボムにデスが出た。革命が起こる。そこまでだ。うお！革命を起こそうとしてる。そうだ。行くか。アーロン革命。
アーロン革命が起きるぞ。アーロン革命が起きるぞ。攻撃力が。革命の時間だ。アーロンさん、改革してくれ。この山を。ずっとこの坂道を行ったり来たりしてる。革命が起きている。2発バカな。これは革命。両手を上げて構えたらレスで死ぬだろ。ガードかよ。ガードも通す、決まりも通す、ユーナも通す、全員を通す。じゃあ誰に聞くんだ。おい、普段のそんなやつぐらいは。うちが聞けよ。ミスってなんだよ。何の革命も起きなかった。悲しいわ。ゴミが確定したですね。冷静に考えてゴミだろ。冷静に考えてゴミ。終わりだ。アーロン革命が一番でかいわ。攻撃力4上がっただけでどんだけ強くなってんのこの人。まさに革命。アーロン以前。じゃあもしワッカがこの2つの攻撃力を手にしたら、ワッカ革命が起きるっていうのか。なあワッカよ。そういうことか。ワッカ革命は確かに迫ってる。お前は一発で倒す犬ぐらい。何だぞ。777。じゃあな。これはいいことがありそうだ。常にこうありたいものだ。よし。なんだかよ、もう。なんだよ、マジであれなんだ。あ、でもこれ、これさ、左行くのとどっちがいい？左行くのが近くない？ねえ、これ左行っちゃえばショートカット。こっちの方が楽しそうだしさ。あー、レベル3禁止や。ないもん。あ、どっちにしろレベル3がある、ここ。あー、もうダメ。リジェネって何？ある手間欲しい。私はどうしよう。アレイズ。なんか欲しいな。ちょっと白魔法の道に戻る。白魔法の道戻ろうか、これ。白魔法の道よし戻ろう。白魔法は終わりだ。出戻りしよう。白魔法に今更ながら恥を忍んで頭を。こいつらいいんだよな。うん、や、殴りすぎやろ。意外に先輩。こういうのって何が起きる？オーバードライブタイプ。まあ、オーバードライブは俺はあいつに使ってくれて。そこまでだ。やろう。おい、もうちょっとだろ。アーロンさん、革命を起こしてよ。革命を起こしていい気になってる。エレメントリール、エレメントリールしかない。仲間がダメージ、敵を倒すとバトルに参加して退治。仲間がダメージ、もう全員憤怒でいいんじゃないか。外か、憤怒でいい。全員憤怒、全員憤怒だ。うん、
お前はそいつを一発で倒すお前の仕事だろ。冗談じゃねえぞ、冗談じゃねえぞ。バッカ、じゃあな。マジでハーロンの気持ちのいいぐらいの、常に壊りたいものだろ。気持ちのいいぐらいの時期。よし、よし、これでアルベドをぶち殺せるぞ。アルベドをぶち殺すためのパワー。なんて、そしてアーロン、アーロン革命の時代だ。おい、革命できねえじゃねえか、犯人は。革命は中止だ。なんと雨が降ったり降らなかったりで革命を中止されるのか。簡単な革命だな。誰でもいい、もう使うか。ダイヤ、ザコが図に乗るだ。よし、よし、ファイガーを使う。いいぞ、こいつはかなり腕を上げた。やばいな、よし、ダダダダダダダ。あとワックは、でもなんかいい、適当スペース早くなってきた。うん、おいー、アーロン、アーロン革命なのか、これは。こんなにも革命が起きるなんて思ってなかった。俺も革命を起こすと言ったがね、まさかここまでの革命が起きるとは思ってなかったんだよ。改革が、大学が起きてた。お、これはフン。そこまでだ。革命も起き、先は長い。行くぞ。行けへんだよ。これが。アーロンさん、それがいけないんだよ。シーマーが立ってるから。おお、二つ。よし。回避じゃねえんだよ。俺が欲しいのは。で幸せになれないんだよ。HP なんだよ。俺が今欲しいのは。HP、HP、HP、HP。HP、HP、HP だ。いいな。これあれを使うか。エレメンティックリーグ。まあ、俺のケツの中エレメントしろ。ちょっとしたもんよ。さすがに慣れてきた。よし。面白くなってきた。やっぱり敵が強い方が面白い。どう考えてもな。今何もするな。面白いといいんだよ。終わりだ。なんだこいつ。面白いやつだ。おっし、革命の時間だ。アルベド、ぶっ殺す。バッカ革命。命中よ。やんねえよ。じゃあアルベドは殺せん。アーロン革命の時間だ。お、革命可能か。物理防具さん、これは革命と言えるのか。おい、もう命中と回避はいいんだよ。もう当分革命起きないな、これ。再来月まで革命は起きない。これからワッカだ。アルベド虐殺タイムの楽しみ。まあちょっとやめてくれ、もう盗むの押し付け、俺に盗む押し付けを。
やめやがれ盗むの。やれ。ユーナでガード変えてアード。よし。そこまでだ。こっちだ。先は長い。行くぞ。消えねえんだよ。バザブリガド。俺今メガボス覚えた。覚えた。メガフェニックス落とした今。嘘。強すぎだからあなた。マジで革命が起きてる。このレベルの革命は俺は初めて見た。あ、長いこと生きてきた。このレベルの革命はお目にかかったことがない。腕上げたぞ。じゃあな。輪っかだ。輪っかに角度が落ちればアルベド補鉄なるものが手に入ってる。アウターは不満立てよくするな。やらいま氷雪マン氷雪系最強か。ユーナもう少しで HP 上がる。魔法防御も上がる。魔力そんなもん上がるんでいいんだけど。ソフィア版上げんのやっぱ面白い。ソフィア版のゲーム、ソフィア版のおまけにストーリーが、うん、もう忘れない。ストーリーがソフィア版のおまけなの。オートコマンドやばい。消えろ。よし。おお、こいつを一撃で倒せるようになったら、まさしく革命と言っていいだろう。おい、アーロンはダメだ。革命は起きない。それバッカと一緒にやってる。バッカと一緒に行こう。やめろこいつら、何にもならないんだよこいつら。マジで何にもならない。だが、活路があるとすれば、活路があるとすればここです。俺が聞くなら違う。話しします。それ頼むぞ、死んだ。お前よ、たまに仕事しろ。お前仕事すんの。アーロンの革命にかけるしかない。俺は強いやつを上にしてくねえか。俺では革命を絶望的な。絶望的な革命。おい、なんでお前殴ってんだ。おい、何二回行動してんだ。あ、これ自爆でも知らない。あ、知らないよね。オッケーオッケー。だいぶ下したな。あ、それでも死ぬ扱いなのか。もうあと1万とかいるじゃん。まずいぞ。早めに革命を起こさないと。だがしかし間に合ったようだな。輪っか革命。てか輪っかこの後どこ行くの。ファイヤーだったけど、この後覚えるの。おかしくね。何その後ファイヤー覚えるの。これさ、なんか他の場所行った方がいいよね。
こっちは。ボス、何やってんだ。さあ、ペナルティ3を覚えたら、なんかリターンスフィアなり何なりで、他のとこ行こう、ワッカー。こいつ何やったの？ワッカ革命を起こす。うん！ビッグになろう。でもどこ行くわっか、このあとみんなアーロンになっちゃうじゃん、このアーロンで。アーロンは俺一回みんな取った方がいいと思うんだよね。アーロンのところアーロン革命はみんな起こしといた方がいいと思うんだよ。ダントツで強いからアーロン、ダントツで強いアーロンで。おいデス、お前一体いつ役に立つんだ。香港式だ、香港式すぎるだろこいつ。デス、いつ何の役に立つんだよお前。フレンドスフィアで、壊りたいものだな。フレンドスフィアでアーロンに移動するっつうのありだな、これ。一回。ビッグトリック。ここまで行くか。で、ここから逆走する感じ。タクス。ここから逆走する。メンタルブレイク。アーロンの近くに行くってのはありだよね。全員アーロン。アーロン化計画。人類アーロン化計画はもう、そこまで来ている。全人類がアーロンだよ。うん！うお、死なんぞ。どういうことだ。惜しい。だがここで鍛え始めた時よりも強くなってきたんだ。違えるような。雑魚の討伐が明らかになってる。攻撃力が4上がるのに、ミニメーデン強くなる。どういう仕組みか知らん。もう全員的こいつだったらいいのにな。じゃあな。4700持ってるしさ。全員あいつだったら世界平和だ。こいつは二度と出るな、お前たち。お前ら、うん、もういい。そしてデス、俺はまだデスを諦めてないぞ。おお、消えろ。バラシア・ジョネスみたいにしました。初めて死んだとした。ねみたいな。 5000？なんかアビリティの量増えたよ。なんていうことだ。青防御アップ。魔力上がってくる。魔力の方がいい。スピードアップ。ワッカ、おー、ワッカもうすぐ、もうすぐワッカタイムだ。スーパーワッカになる。もうすぐ俺はもうワッカじゃねえぞ。スーパーワッカだ。あれなんか倒せなくなってない。なんで？アーロン革命が起きた後。革命前に戻ってしまった。
命を忘れたか。うん。おっ。これは革命。くれよ。バッターオーバードライブタイム勝利を。なんかアビリティの量増えてない？少しずつ。俺の気持ちだ。おほー、これマジでたまらん。体感がやばい。アーロン、おいお前そんな思って頑張れ。お前の頑張りよ。死神の頑張りに勝ってるんだから。なんかあるうまくなる。じゃあな。だがアーロン、アーロンマジでやべえ。常にこうありたいものだ。ワンピースのアーロンブラス5000もくれる。なぜ、なんか日に日に増えてんだけど。日に日に増えてない。日に日に増えるシステムこのゲーム。こんな強システムが搭載されてるんだ。うん、任意経験値が増える。フリーザーが効かねえだろ。なんでこんな魔法効かないんだ。意味ないな、これ。何の意味もない。そしてガル来ますよ。やる気ますよ、大事に。うん。変速に行って。頑張れです。期待してないけど頑張れ。そこでお前頑張れよ。うん。お前頑張れよ、見せろ。そこまでだ。だけどこいつらさ結構持ってるよね。ロンドンはあるよ。そうです。ロンドン、ただ何、オーバーキルでそんなに増えんの。 1.5 倍ぐらいになってるじゃん。悪くよ。これで普通にペナルティー3。何ペナルティー3。で何が起こるの？なるべく。バッカされた。ペナルティー3はいいけどよ。何が起こるんだよ。肩書きだけは結構だよ。反対、灌漑攻撃するまで敵行ったよ。睡眠中のとくらいの状態。おお。これはペナルティ3だ。でもね、もっとこう、スカッとする技くらい。地の悪い技なんです。もっとスカッとする。ダメージが2倍になるところに。ダメージが 1.3 倍になるところに。バッカな性格が反映されてる。おし！死神が進出した。仕事そこまでだ。常にこうありたいの。うわもう全員打ちまって気が狂いそうになる。基本的に狂いそうだ。これ聞かれ頼む。アーロン革命から待っているんだ。さあ魔力が上がったから、これはデスも効きやすくなっているんだ。
ほらよ。おマジか。これはマリオ。あのデスが仕事をするなんて。終わりだ。我慢して使い続けていく成果が出た。デス。常にこうありたいもの。これぐらいだろ。デスここまで。可能性を信じて使ってんの。あの死神と俺は固く強い絆で結ばれている。死神と俺は。もう一撃。俺たちは強い。今その意味が分かった。確かに俺たち強いわ。もう六千。俺たち強いんじゃねこれ。なんか間違いなんですよ。動きすぎや。そこまでだ。オーバーキルを狙う。先を飲めば。ああいうなれ倒せばよかったよ。全員一。革命が。ユイナ革命。MP かよ。あるよもう。アーローさん。これが革命が起きねえなこれ。ちょっとね結構これ回らないといけないよね。ちょ。回らないといけない。ちょっと輪っか取っておく必要があるよ、これ。一気にあとで。あとで一気に上げるように。輪っか力を貯めている。革命はまだだ。もう盗むなんて使わんでもいや。あげるわ。うん。使わせなそんなの。あんだかでいける。いけるだろ。よし。よし。いけるぞ。何が盗むの。ふざけるな。いらないんだよ。こんなもん。じゃあ。よし。盗むなどいらん。別々だ。先は長い。行くぞ。盗むとは。おい、あと1万3000なんてこった。革命は起きない。これ、ひょっとしてもいける？惜しいや。だって、ワカもと、ワカじゃない。アーロもう遠く上がんないよね、これ。こんなら、キアルが、まあ、キアルが欲しいけどさ。知ってみるか、これ。行くわ。すべての嘆きを断ち切ってやろう。すごくね。よし。お、これはどうすれば。ムービーで、あれが、気が抜けた。一回ハニマス使うっていうのありかな。ハニマスってのありかね、これ。励ますっちゅうのはありだと思うんですよ僕は。もう何も考えたんだけど、何も考えないで。よし、今度こそ勝ってやる。なんとかして悪いです。レベル上がったから俺たち速くなってるんだよ。そしたらレベルアップに乗りケースガム3回使う。まだ魔法の時になった振りだけこっちにね。よし、なんでそんな来たの。どうぞ。うおー、素晴らしい。なんと素晴らしい。滅びの槍。やめい。ゾンビ。ゾンビ。
反応薬ゾンビヘイスト、すごく速く動くゾンビ。アレイズまだだよね。アレイズもう一回使ってないよね。アレイズはまだシュア。最後なんかちょっと違うわ。なんか似たような展開に見えるけど、なんかちょっとずつさ、ちょっとずつ俺たちさ、ちょっとずつだけど強くなってる。あれいい、素早さが上がってるからだ。ヒット操作クシェファイネスバスターペナルティースリーでもシェシェフン。あ、もうこれ絶対脇のやつ倒した方がいいわ。あれかかってるから。ウフォーユーナ強えハイパーユーナになっている。なんだこっちゃねえ。強い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 、俺たち強い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 。ハイパーユーナなのか。全然違う今までと。なんていうことだ。もう貝殻迷いはない。これ倒したらさ、行動元に戻る。あのチャージタイムですけど、リムレック、ジャガー虫が磁気攻撃モード、これはどうする、どうすればいいんだ。狙う技何もない。今出せ。弱っ。フレア。太陽フレア。もうユーナだから耐えた。ユーナだから耐えるんだ。さつまお準備 OK。やめえや。やめえや。え？集中使うか。見切りじゃねえ。あれ？あれ？見切りじゃねえ。どうする？どうする？関係、あれリフレクス使ってんだっけ今。まずい、もう全部森になってる。ここでルール出して。いや、待て。ここでもうマスター召喚だ。いや、これ普通の召喚でいいな。あ、なんか話せんだけど。話してみるか。会話で。スピラの悲しみを癒したくはないのか。本当に話してくる。滅びの力に身を委ねれば、安らかに眠れるのだ。まあ、落ち着いて話せる状況じゃないよ。応募ギャップ。そう、これが欲しかった。シェア、ここや。バハムーチョ、バハムーチョの体力も増えてる。これは嬉しいな。まあ、この戦闘においては関係ない。こちらが嬉しいぞ。じゃあメガフレアで、こちらいつもの頼むわ。このメガフレアで、ワルトの後ろのハンドルは何なの？ 7000！ 後ろのハンドルは何なの？消え去れ。あそこを回すとメガフレア。やだ、嫌がらせはしていったぜ。ピンポン出してきた。うん、ほれ！お、バッカ、お戻れ！バッカ準備完了。黄色の後、青の後、慣れてきたぜ。よし、うほー、なんだ俺たちは強い。
そしてマスター召喚。ひまちゃん、ひまちゃん早くていいんだよ。パサッだけだから、さっきからのこのオーバードライブのパック指パッチンだけだから、指パッチンだから。強すぎる。なぜ強い、なぜそんなに強い指パッチン。あ、手がやばいやばい、手が触れてる。コップ持てない、コップ持てない、コップ持てない。やばいやばいやばい、アルチューだ、アルチューの禁断召喚。俺たちこんな強くなってたのか。もう邪魔すんなよ。お前何をしてた。おお、決まりばっか。これで決まりが倒したかね。密造をやめてくれ。リーダー、お前がなぜもらう。ユグリオンキースピア。これがスフィア版の力だ。私の力で真になる。たわごとだ、忘れろ。彼が真になればジェクトさんが救われる。行くぞ。何か知ってるなら教えてください。教えて。真、親父なんだ。なんだそりゃ。シンは俺の親父だ。親父がシンになったんだ。理屈とかそういうのよくわからない。でも俺感じた。シンの中には親父がいる。親父がスピラを苦しめてるんだ。悪いけど俺何も聞いてないことにしとく。頭こんがらがってきたぞ。なんでまたそんなことになっちまった。いけ。さ、スピアマーあげるか。一通り沈黙したと思う。あ、ここまで行きたいよな。ここまで行ってからばっかに、ばっか別のとこ行くか。みんな同じの覚えてもない。そんな世界。あ、プロデスあるの？今さらも、今さらだ。でもどうすんだよ、輪っかを。どの道に、どの道に進ませる。では戻るか、ここまで一旦。よし、戻れ。うわ、輪っかワープ。よし、これでワープしたぜ。ここに来て。違う、これのせいだ。ちゃうわ。食べていいっすか。かばい。お、これであと1動けば HP 魔法これだ。そしてこの上に進もう。おいしい裏にこの先に何があるのか知らんが、スローが聞いたルートじゃん。ワイル、まあワイルなり覚えていこう。めっちゃお前やつ。セーブポイントある。これもう3時間ぐらいやってんだ。